開会時間となりましたので、栃木県 ABC プロジェクト自動運転バスを語ろう、アット栃木を開始いたします。本日司会を務めます、栃木県交通政策課の亀山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに主催者を代表し、栃木県県土整備部部長坂井よりご挨拶申し上げます。坂井部長、よろしくお願いします。 皆さんこんにちは県土整備部長の坂井でございますこの度は年度末のお忙しい中栃木県 ABC プロジェクト成果報告会自動運転バスを語ろう栃木,あと栃木に多くの皆様方にお集まりいただきまして誠にありがとうございますまた皆様方には日頃より県の交通行政に の推進につきましてご理,ご理解とご協力を賜りまして厚く御礼厚く感謝申し上げるとともに深く敬意を表するところでございます。さて公共交通を取り巻く環境は年々厳しくなっておりまして利用者の減少による公費負担の増加や担い手不足など課題は山積しているところでございます。しかし一方では高齢化による免許返納者の増加など 自動手段の確保が求められているところでございまして、公共交通の担う役割が重要視されているところであります。このような中、自動運転技術の進歩が目覚ましく、AI 等を活用した無人自動運転移動サービスの導入は、公共交通を取り巻く課題に有効有用な解決策の一つであります。このため本県ではその無人移 無人自動運転移動サービスにいち早く着目しまして令和7年度の無人自動運転システムによる路線バス運行を目指し令和2年度から県内各地で実証実験に取り組んでまいりました本日はこれらのこれら取り組みの成果報告をするとともに栃木県無人自動運転移動サービス推進協議会会,会長の 宮大学のの先生をはじめとしたパネリストの皆様方に栃木県の公共交通への自動運転システム導入に向けた展望をテーマにしまして、ね、え未来志向で議論を深めてまいりたいと考えているところでございます。県といたしましては本日の取り組みを契機に産、官、学のさらなる協力体制の構築により令和7年度に 無人自動運転移動サービスが本格導入され、誰もがいつでもどこでも安全、安心、快適に移動できる持続可能な社会の実現を目指してまいりますので、皆様方におかれましては、今後ともお力添えたまりますようよろしくお願い申し上げます。結びに本日お集まりのの皆様方のご感覚と えー、みなますますのご発展をお記念いたしまして、えー、開花の開会の挨拶といたします。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは早速プログラムにプログラムに沿ってセミナーを進めてまいりたいと思います。まずはじめに栃木県 AB プロジェクト ABC プロジェクト成果報告と題しまして栃木県県土整備部交通政策課 主査安城よりご報告いたします安城主査,主査よろしくお願いいたしますはい、栃木県交通政策課の安城と申しますえ、私の方からですね令和2年度から今年度まで実施してきた栃木県 ABC プロジェクトの成果報告をさせていただきますでは着座にて失礼しますではこちら画面見えてますでしょうかウェブの方も大丈夫ですかはい では私の方から説明させていただきますまずはじめに栃木県 ABC プロジェクトについてご説明いたします栃木県 ABC プロジェクトとは栃木県による無人自動運転移動サービス導入検証事業のことですこのプロジェクトでは令和7年度における県内バス路線での一部で 自動運転バスが本格運行されることを目指しており令和2年度から令和5年度の期間で県内各地で無人自動運転に関する実証実験や県民の理解促進等に取り組んでまいりました次に栃木県 ABC プロジェクトの名称についてですが自動運転システムオートノマースを導入した路線バスの本格運行を目指した挑戦チャレンジの頭文字から命名しており 栃栃木木県県による事業を親しししみやすい ABC プロジェクトとてて幅広く PR してま,いりま,したまた PR にあたってはですね栃木県のイメージカラーである緑を中心に県内の特産品で ABC を表現したロゴマークを制作しております次にプロジェクトの実施背景目的についてご説明いたします まずは事業の背景ですが、公共交通を取り巻く現状の課題としては、公費負担の増大や運転手不足等により公共交通の確保充実が困難な状況であることが挙げられます。また、本プロジェクトを開始する令和2年度までの栃木県内の自動運転に関する取り組みは限定的なものにとどまっており、県内で本格導入するにはさらなる取り組みが必要な状況でありました。 こうした中、国が定めた官民 ITS 構想ロードマップでは、令和7年における限定地域での無人自動運転移動サービスの全国普及に向けて、産業界では技術開発、国では法制度整備が進められるとともに、我々地方公共団体には住民や交通事業者を巻き込んだ機運醸成等の役割が期待されているところです。 そこで栃木県では令和2年度から栃木県 ABC プロジェクトを実施することといたしました。事業の目的については画面下、丸1から丸3、3つ挙げていますが、この事業では、丸1、県内の各地域が抱える地域課題の解決に向けて無人自動運転移動サービスの今後の可能性を探ること、丸2、利用者の方に安心して利用してもらえるよう、県内における社会的需要性の醸成を図ること、丸3、 県内のの公共交通ににおおけけるる本格導入に向けてて課題整理やノウハウハ蓄積等をを図ることと目的としております全国では自動運転に関する実証実験数多く行われていますがこの授業では技術開発のための実証実験ではなく開発されたその技術を公共交通の現場にどのように落とし込んでいくかその際にどのような課題があるかまたその先にどのような可能性があるかを探っていくことを目的としております。 ここでプロジェクト実施にあたって令和2年度に実施した県政世論調査の結果を簡単にご紹介いたします。調査結果、左側、カッコ1ですね。こちらは自動運転が導入された路線バスの利用以降ですが、利用したいは約40%、対して利用したくないは約25%という結果でした。続いて右側、過去に路線バスの自動運転の導入について不安に思うことですが。 システムの誤作動による事故の発生が約70%で最も高く次いで運転手がいないことに関する不安が続きました逆に不安に思うことはないという方下のとこですね4.4%と極めて低く大多数の方が何らかの不安を感じているというような結果となりましたこの結果からもですね今後の自動運転バスの実装に向けてプロジェクトを通じて自動運転バスに対する理解促進を図っていくことが重要であると考えました 次にプロジェクトの事業内容です。事業内容としては大きく分けて2つ、実証実験の実施と県民の理解促進となります。実証実験の実施においてはです、ね、自動運転システムおよび実験内容のレベルであったり地域の特徴、交通および道路の状況、実施の時期などさまざまな条件を考慮し、段階的にレベルアップを図っていくこととしました。 県民の理解促進については実証実験を通して県民の乗車体験機会を創出するなど県内における機運の情勢を図り SNS 等も有効に活用しながら効果的な普及啓発の実施をしましたまたプロジェクトの実施にあたってですね実証実験の企画検証等を行うため産学館からなる推進協議会を設置しております協議会員としては公共交通事業者であったり公共交通関係団体 自動車関連企業、学士経験者の方々に参画していただいており、オブザーバーとして国や県の関係機関も参画しております。プロジェクト実施にあたっての全体計画というものを作っておりまして、こちら、ご説明いたします。令和7年度の県内バス路線での本格運行を見据え、令和5年度、今年度に県内のバス路線で実証運行を行うことを目標に、全体計画策定しました。 策定にあたっては、えー、真ん中の方ですね、丸1から丸5に掲げた方針、地域丸1、地域課題を代表する箇所における実証実験の実施、丸2、段階的な実験内容のレベルアップ、丸3、関係機関との合意形成、丸4、実証実験やその他、理解促進策を通じた社会的重要性の醸成、丸5、えー、実現可能なビジネススキームの検討、課題整理に従って策定しております。 全体計画策定にあたってのプロセスですが、まず、丸1、県内全25市町の総合計画等により地域課題を把握するとともに、丸2、各自治体の意向調査を踏まえて、丸3、実験広報箇所を10箇所程度抽出しました。そしてこの10箇所についてです、ね、丸4、全国の類似事例を参考に、現場状況や交通事業者の方の将来的な運行可能性等を踏まえて実施する実験の概要を検討いたしました。 次にに自治体移行調査についてご説明します県内25市町の移行調査ですがまず県が行う実証実験で自動運転車両を走らせてみたい場所はありますかある場合にはどのような場所でどのような目的で走らせたいのかの聞き取りを行いました調査を行った結果ですね18市町から40か所の提案がありました。 この実験広報箇所の選定にあたっては、提案箇所を地域特性ごとに、中山間地域、観光地、市街地の3つに分類しております。実験広報箇所の選定方針についてご説明します。ページ中ほど3点記載しております、まず、1ですが、この10箇所程度の実験広報箇所はモデル箇所として、その成果が県内各地域に広がっていくことを期待し、県内各地域への展開可能性を考慮しました。 次に2ですが、この事業の大きな目的の1つが、県内全域における機運醸成を図ることであることから、地理的なバランスや PR 効果を考慮することとしました。最後に3ですが、この事業、将来的な県内バス路線における社会実装を目指していることから、交通事業者、 等の意向を踏まえた実現可能性を考慮することとしましたこの選定方針に基づき実施候補箇所選定し令和3年3月に実験実施のロードマップを作成策定いたしましたこちらが策定したロードマップになります実験実施箇所については令和2年度から令和5年度までで全10箇所となります実施年度については実験の内容や準備に要する期間等を考慮して決定しております また何らかの事情により実施が困難になった場合も想定し、追加広報箇所を各地域分類ごとにそれぞれ1か所ずつ計3か所選定しております。こちらは実験実施箇所を栃木県の地図に落とし込んだものとなります。先ほどもご説明いたしましたが、この事業の大きな目的の一つが、県内全域における機運情勢を図ることであるから、地理的なバランスを考慮し、県内全域から実施箇所を選定しております。 ここちらがが、えー、実実実実施施結果ととなりままます。す、えー、今年度末でででに9カ所で実証実験を実施することができました。当初です、ね、令和2年度最初に実施を予定していた、えー、茂木町の実証実験については新型コロナウイルスの影響で令和3年度に実施延期令和3年度に実施を予定していた那須塩原市の実証実験については車両調整時間を要したため令和4年度に実施を延期。 また今年度実施を予定していた芳賀町の実証実験についてはですねこちらも車両調整、ちょっと時間を要したため来年度以降に実施を延期しております。ここでこれまでの実証実験の取り組みを動画にまとめましたのでご覧ください。 これまで県内9つの市町で実証実験を実施いたしました。さまざまな環境地域でですね、さまざまな車両を用いて実験を行ってまいりました。まず最初のモテキですね。道の駅モテキと文の森モテキ、こぐるぐる回るようなところで中心市街地の周遊性向上であったり、日常生活の移動手段確保の検証を行いました。二か所目は小山市で実験を行いました。小山駅と白鴎大学のキャンパスを結ぶ ルートを運行しました参加ヶ島は三部町道の駅三部えー、わんぱく公園内の各施設を周回するルートを運行しました次が那須塩原市那須塩原の温泉街でですね塩原市ちょっと一方の里という、えー、施設を結んで運行しました次が那須町ですね JR 黒田原駅を起点に、えー、役場 や商業施設を結ぶルートを運行しました次は宇都宮市、えー、国体と合わせてですね、えー、会場を最寄りの西川田駅と、えー、総合運動公園を結ぶルートの運行を行いました次に足利市ですね、えー、JR 駅東部駅を結ぶルートとともに、えー、保車共存空間ということでこういったバンナジ足利学校の石畳の上運行しました 次に日光市ですが、既存営業バス路線の抵抗外バス路線において自動運転バス運行実証実験を行いました。そして最後、下野市となりますが、こちらも既存営業バス路線、自治大線での実験を行いました。そもそもに自動運転バスということで、まあ、いろんな車両、形はあるんですが、システム、センサーであったりですね、そういったもの、 でですね信号標識等の情報を得て走りますまた、ライダーと呼ばれるレーザー光により物体を検知して、形状距離、方向を計測し、その3次元地図と合わせて自己位置推定をしたりもします。また、基本的な1位置の確認は人工衛星からの電波を受信して、自分の位置を確認して走行します。また、車両のみのセンサー等ではなかなか走行が難しいところは、ロシア協調支援ということで、信号、 との連携、当職情報だったり、次の色に変わるまで残り何秒ですよとか、そういったものを連携して安全な走行等も行います。こちら、小山市で行った時のものです。また、車両のセンサーの死角となるところですね、そこの安全車等を確認するために道路側にセンサーを設置したりもします。 こちら宇都宮市で行ったものなんですが、ちょっとラウンドアバウトがルート上にありましたので、ラウンドアバウトに流入する車、流出する車を確認して走行を行いました。 あとはこう衛星がなかなか入りにくい区間ではで、自分の位置を確認するということで、ターゲットラインペイントという技術もございまして、ちょうどうっすらと道路のセンターに見えている、あちょっと赤い出ましたね。ほぼ道路と同じ色の線を引きまして、それを検知することで走るというような技術もございます。また、時期マーカーということで、バス停や急カーブのその時期を検知することで、安全な走行を実現します。 遠隔モニターということで、すねこういろんな取り組み、この将来的な無人での運行を皆さんにイメージしてもらうために、そういったモニター設置して見てもらうことも行いました。また、ICT ・ LED 電光掲示板ということで、すね自動運転バスの位置と連動した文字表示を行うもので、簡易バスロケーションシステムのようなものであったり、足利市、保護共存空間においてはです、ね、注意喚起というようなことでも使ったりしました。 また、家客混載ということでですね。自動運転バスの運行と合わせて、ま野菜等を販売する運搬して販売するというような取り組みも行いました。地域連携ということでですね。自動運転バス乗車していただいた方に対して、周辺店舗の割引サービス等の実施もすることができました。 あとは社会科見学ということで、地域の小学校、幼稚園と連携し、自動運転バスの乗車体験してもらったりしております。あとは PR ということで、すね。地元のお祭りであったりとかでこう車両を展示して、自動運転バスというものの理解を深めていただいたり、宇都宮で国体が開催されたときには、宇都宮市役所さんが行った新モビリティ運行体験と連携した走行も行いました。 また内内ディスプレイでの観光案とという,ようなことも行っておりますますた自動運転、その車両に親しみ持ってもらおうと、地元のイベントでこうラッピングの投票等も行って、ラッピング案を決めております。各地域で多くの方、自動運転バス乗車いただきまして、今後に期待する意見いただいております。 頼ってみたいということでこう非常に好意的な意見もいただいておりますこちら最後まとめの動画となりますがまあ、いろんな場所で走ってきております期間もそれぞれまちまちとなっておりますあのコロナ禍の実験もあったので、えー、そこについてはですね乗客を制限したりもしましたが、えー、今年度においてはそういった制限もなく多くの方に体験していただくことができました 9カ所で実験を行ってまいりまして、最終的にはです、ね、延べ運行日数121日間、延べ運行距離は3414.1キロ、延べ乗車人数は1万1013人ということになりました。ということで、あの動画でご覧いただいた通り、これまでさまざまな走行環境、種類、用いております。事故等は1回もありませんでしたので、こちらも合わせて報告いたします。 でこの後は各実証実験の様子取り組み紹介しているのですが時間の都合上省略いたします本資料及び先ほどの動画については後日栃木県 ABC プロジェクトの特設サイトで公開いたしますのでそちらでじっくりと見ていただければ幸いですすいません資料を飛ばしますここから栃木県 ABC プロジェクトの実施結果の検証についてご説明いたします 左側に記載の検証項目、こちら事業目的に対して、実験参加者等のアンケートや関係事業者へのヒアリング、自動運転バス走行時の指導介入記録等から検証を行いました。まず自動運転移動サービスの今後の可能性ということで、実験参加者のアンケートから紹介いたします。自動運転バスに乗車した方からは、想像以上の速さや走行の滑らかさ、 他の自動車等に対して適切にブレーキがかかることから安全性を確認できたといった意見が得られました一方で,です、ね、急ブレーキの発生や急な飛び出しへの対応ルート上での事故が発生したり障害物がある場合の対応に関する課題についても意見をいただきましたまた交通事業者からはです、ね、公共交通の確保充実やドライバー不足高齢化に対する解決策として期待する意見が得られました一方で 導入にあたって現在、運転士が行っている乗客対応等のサービス水準確保に関する課題意識を確認することができました。主な意見、一番目ちょっと記載しているのですが、やはりドライバーなし、無人での運行とならなければ、ドライバー不足の課題解決にはならないという意見ございました。しかし、無人での運行となると、下に記載している課題。 事故や車内トラブル等の緊急時の対応やこれまで運転士さん等が行ってきたきめ細やかなサービスを行うことができなくなるとの不安の声もありましたこちらはこれまで実証実験で自動運転バスに乗車したバス会社さん等のドライバーにヒアリングした結果です走行のスムーズさや路車協調技術の有用性と肯定な意見が得られた一方で 他の交通参加者の動きへの対応や路上駐車への対応、実用化に向けたプロドライバー目線での課題に関する意見を得られております。こちらは、これまでの実証実験で自動運転バスが自動で走行できずに、手動でハンドル、アクセル、ブレーキの操作を行った手動介入の要因をまとめたものになります。手動介入を行う要因としては、路上駐停車両の回避が多い結果となりました。 今後、路上駐停車の抑制であったり、車両自らがそれを避けるといった車両技術の向上道路側に設置したセンサー等から自動運転車両へ情報を送る路車協調等のインフラの支援が必要と考えております。こちら、先ほども動画で紹介しましたが、本プロジェクトで実施した路車協調の取り組みについてのアンケート結果となります。小山市市び宇都宮市では信号情報から 信号情報やセンサーから危険検知等の情報を伝達する路車協調を実施し、日光市ではターゲットラインペイントの施工を実施、いずれもですね乗車した方のアンケートから走行がスムーズであるともやや思うと感じる回答が多い結果となり、本技術の有用性も確認しております。走行安定性のまとめとなりますが、自動運転車両に搭載された技術や路車協調技術における現状、課題を踏まえると、一般車、 いや歩行者と混在する走行環境における無人自動運転移動サービスの実現に向けては車両技術、路車協調技術の向上は期待しております自動運転移動サービス今後の可能性最後となりますがこれまでの実証実験において全ての地域ではないんですが自動運転バス利用にあたっての支払い意思額の調査を行っております詳細説明省略しますが自動運転バス利用にあたって許容される運賃一般的な路線バスの価格帯と同様です 別に自動だからといって高く払うということはもちろんないというような結果でした。ですが、一般的な路線バスと比較してですね、導入コストが高価となりがちな自動運転バスの運行にあたっては、運賃収入以外の収入源の確保というのは重要と考えております。ここからは、社会需要性の情勢についての検証結果です。こちら、自動運転バスに乗車していただいた方へのアンケート結果となります。左側の棒グラフですが 自動運転バスに対する安心感について聞いたものです。実際に自動運転バスに乗車することによりです、ね、自動運転バスに対する安心感が高まる傾向を確認しました。また右側の棒グラフ、自動運転バスの無人での運行に対する安心感は低い傾向でした。次に移りますこちらは昨年、ですね令和5年11月に実施した栃木県のネットアンケートの結果です。 栃木県の公共交通に関するアンケートにおいて、本プロジェクトのことであったり、自動運転技術に関する印象について質問を行いました。結果ですが、左側円グラフ、栃木県 ABC プロジェクトについて知っているという回答が約3割と、我々が私がです、ね、私が想定するよりも認知度高いなというような結果でした。また、自動運転技術について、右側の円グラフですね。 期待できる未来の技術という回答が約4割と最も多いんですが機械が運転することへの安全性に不安があるという不安に思う回答もあり今後の自動運転バスに触れるきっかけ作りを行い重要性を醸成することが重要と考えております。ということこちらは省略させていただきまして、えー、検証項目の最後となりますがノウハウ蓄積についてです。栃木県としてはです、ね、これまで実施した9か所 実証実験で得られたノウハウを広く周知して自動運転移動サービスを社会実装する際の検討に基礎資料となることを目的とした無人自動運転移動サービス導入マニュアルを作成予定です。こちらはです、ね、来年度以降県内、市町、交通事業者はもとより公開して幅広く広げていきたいと思ってます。最後に検証結果ののののままとめととめめなります公共交通の確保充実地域課題解決のための手段として自動運転バスは有用である がその導入に向けけててはは解決しなななればならない課題は山積みであると考えております無人自動運転移動サービスの導入に向けてはこれら地域が一体となった継続的な取り組みが重要であると考えています無人自動運転移動サービスの導入を目指す上でですね技術の開発動向を踏まえ地域自らがサービスの将来像について主体的に検討し具体化していくことが重要であると思いますまたその移動サービスを安心して利用してもらえるよう 自動運転バスの利用機会を創出するなど、県民の理解を促進し、社会的な重要性を高めていくことが重要であると考えています。都知事県としては、この導入の実現、そしてそのサービスが継続されるように、自動運転バスの本格運行を目指す交通事業者や島市の皆様とともに、引き続き一緒に頑張っていきたいと考えておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。駆け足になりましたが、以上で話を終わります。ご清聴ありがとうございました。 ありがとうございました。えー、ここで、えー、質疑応答の時間を設けたいと思います、えー。ご質問のある方は、会場の方はその場で挙手を、オンラインの方は手を挙げる機能でお知らせください。事務局から指名した後にご発言をお願いします。なお、ご発言の際は、所属とお名前を合わせてお願いいたします。えー、会場の皆さん、いかがでしょうか。 会場のお願いします。こっちギドボック事務所の増部と申します、えー。ご報告ありがとうございました。えー、私もですね、当時公園、えー、の担当してた時に一度自動運転バスの方を乗らせていただきまして、えー、園内歩いてる人たちとおどういう交差をするんだろうとお不安。 半分興味半分というような形で、えー、乗車したのを、えーまあ、昨日のように思い出したところです。えー、先ほどですね、えーまあ、いろいろ課題が山積みだというふうなことで、えー、お話がある一方で、えー、導入のマニュアルを来年度以降着手できるというところまでいったところは非常に喜ばしいことだと思っています。えー、今後ですねさら、えー、なる導入に向けて、えー、社会の重要性とか そういうところの高まりはより一層重要になってくることかと思いますえー、その辺高めるにあたって今現在お考えだったりとかこうしたらいいんじゃないかっていうようなことがあればあーこの場でご披露いただけると助かりますよろしくお願いしますはい、えー、ありがとうございます、えー、社会需要性の情勢ということであ,あのやはり知らないっていう人が多いなっていうのを感じました あの実験9か所やってすべて現場行っていろいろ乗った人の話聞いてるんですけど全然見たことなくて分からないけどあ乗ったらこういうものなんだということでまず体験していただくということが重要かと思っています自動運転バスの取り組み全国各地で広がってきてテレビ等でも目にする機会は増えてると思うんですがあのテレビで見るのよりもやはり実際に乗ってその安心感というものを持っていただくことが重要かなというふうに考えています栃木県としてはですね県 主体のその実験等はもう今年度で終わりとなりますが先ほども言ったあの引き続き本格運行を目指す交通事業者さんや市町の方と一緒にやっていきたいと思ってますのでそういったところでの乗車機会の創出が重要なのかなというふうに考えております答えですかね大丈夫ですかね以上ですありがとうございます今後も期待してますはいありがとうございました、えー、他にご質問ありますでしょうか それでこちらの方よろしくお願いします沖電機工業の大島と申します貴重なお話ありがとうございましたあの先ほどお話の中で都市圏内25市町ある中で18市町から40箇所の提案があったというお話があったと思うんですけど私のイメージ的にあの バス運転手とかって、どこも不足していて困っているようなイメージだったんですが、この七市町,七市町から提案がなかった理由って、どんなものなんですかね、あの要は、そもそも足りてて必要ないのか、もしくは、なんだろうな、まあ、ほ他にも理由がいろいろあると思うんですけれども、まあ、何かどういった理由があるのかっていうのをお聞きしたかったです。 はい、えー、私が聞いているところによりますと、やはり、えー、各市町の担当者さん、課題は感じております、でぜひやりたいというところもあったんですが、えー、それぞれの市町のちょっと組織的に、まだちょっと早いんじゃないかとか、そういった意見が出て、手を挙げなかったというのうも聞いております。もちろん、皆さん、課題は認識していて、ぜひやりたいという思いは、えー、あったというふうに聞いております。 ありがとうございました、えー。まだ質問あるかと思うんですが、安城主催はですね、この後のパネルディスカッションにも出ますので、まあ、もし質問がある場合には、そちらの方でも聞いていただければと思います、えー。それではですね、以上で成果報告を終了させていただきます。安城主催、ありがとうございました。ありがとうございました。えー、それでは続きまして、 栃木県の公共交通への自動運転システムの導入に向けた展望と題しましてパネルディスカッションを進めてまいります。それではちょっと会場の方を準備しますのでしばらくお待ちください。それではですね、準備が整いましたので栃木県の公共交通への自動運転システムの導入に向け,導入に向けた展望と題しましてパネルディスカッションを進めてまいります。ここで本日お集まりいただきました 5名のパネルリストの皆様を紹介いたします向かって左側からご紹介させていただきます国立大学法人宇都宮大学地域デザイン科学部准教授坂田和也様です坂田でございます本日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いします続きまして国立大学法人 宇都宮大学地域デザイン科学部准教授志田石佐子様です平石ですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします続きまして東武鉄道株式会社経営企画本部課長金子悟様です 金子でございますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします続きまして株式会社道のりホールディングスグループディレクター浅井幸太様です浅井ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします 続きまして栃木県県道整備部交通政策課公共交通担当安城正人主査です改めまして安城ですよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、コーディネーターは栃木県県道整備部堺部長が務めますそれでは堺部長よろしくお願いいたしますはいじゃあそれでは、えー、パネルディカッションを進めていきたいと思います でまずはですね、今あのご紹介いただきましたけども、えー、それぞれの皆様方、あのこの分野についてもいろいろとご見識あるのかなと思いますので、そういう点も含めて、ですねあの改めて自己紹介という形で、ですね、えー、まあ1人2、3分程度でという形で少しお願いできればと思います。では、じゃあ、奥側からいきたいと思いますので、最初はじゃ坂田先生、よろしくお願いいたします。 はい、えー、改めましてよろしくお願いいたします。宇都宮大学の、えー、地域デザイン科学部という学部のコミュニティデザイン学科という非常に長い学部学科の方に所属しております坂田と申します、えー。本日はよろしくお願いいたします。えー、私は先ほどあの報告、えー、安ンさんの方から報告していただいた、えー、ABC プロジェクトに関する協議会、えー、名前が長くてですね、私これ4年間。 え関わってるんですけど、いまだに暗記できないんですけど <laughs>、えー、栃木県無人自動運転移動サービス推進協議会というですね、えー、協議会の会長の方を大勢かっております、えーで。私自身はですね、あの栃木県内の、えー、いくつかの市町の方で、えー、公共交通会議であったりとか、あとは、えー、公共交通、地域公共交通に関する、えー、協議会、 えー、そっちらの方に学識者委員として入らせていただいたりというような形で、えー、関わらせていただいたり勉強させていただいたりということもしております。専門分野としては、えー、私経済学と土木工学の中間的なところでさまざまなそのインフラのです、ねえー、経済的な評価とか、えー、費用対効果とか、えー、そういったことについて研究をしたり。えー あと私大学に入る前に、えー、一時期シンクタンクにいたこともありましてその時に、えー、マニュアルのそういう費用勉きまするけどマニュアルの、えー、策定とか改定とかの、えー、仕事の、えー、お手伝いをさせていただいたり、えー、そういうこともさせていただきました、えー、今日は、えー、これまで関わってきた話だったりとかあとはまあ私の専門的なところからの話もちょっとできればいいかもしれないですし私自身がその自動運転 を活用した公共交通というものについて、まあ感じている、えー、展望とか、まあ夢みたいなものとかですね、そういったことも、えー、お話しながら、えー、有意義な議論ができればと思っております。よろしくお願いいたします。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして白石先生よろしくお願いします。 改めましてよろしくお願いいたします。えー、宇都宮大学地域デザイン科学部佐和、えー、田先生と同じコミュニティデザイン学科のですね白石さとと申します。えー、私はですねあの専門が心理学でして、えー、自動運転のあの専門家というところではないんですけれどもおまあ、そこをこう利用するのは人であるというところで、えー、ぜひあの利用者の 視点からですね、えー、話をしてほしいというようなところ、あるいはあの先ほどから社会重要性の話が出ておりますけれども、そこに関わるところについて、えー、まあ専門の立場からですね、えー、話をというようなところで、あの依頼をいただきました次第です。えー、またあのその際にですね、えー、先ほどご説明くださったあの安城さんがあのわざわざ私の研究室に来てくださいまして、あのこれまでの ABC プロジェクトの経緯とかですね、えー、実証実験の内容なんか。 を、あの、非常に熱くお話ししてくださいまして、本当に楽しそうにニコニコを話してくださると、あ、本当に、あの、素晴らしいプロジェクトなんだろうなというふうに、あの、本当に感じました。えー、まあ、こういうふうに本当に真から笑顔になるようなですね、こう、お仕事というのは、あの、我々どれだけ人生の中で経験できるだろうかというふうに思うほどの、あの、大きな、あの。 こうだと思いますので、あのそちらにあのま専門の立場からではありますけれども、あのこういう場にあのご一緒させていただくのは本当に嬉しいことだというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。じゃあ続きましてか金子さんよろしくお願いします。 改めまして東部鉄道経営企画本部の金子と申します私はですね、今、経営企画本部というところで、経営計画の策定ですとか、あと DX の関係の業務を行っております。DX ということで、収益の拡大と生産性向上と。 いうまあ、両面ありますけれども、あのまあ、収益の拡大の方はデータの利活用とか、そういうところを携わってるんですけど、まあ、生産性向上という観点から、あこの無人化も含めた自動運転というものに携わらせていただいております。もともとはですね、私、ダイヤの仕事をまあ入社してから10年ほどやっておったんですけれども、まあ、そういう観点でこう公共交通の持続性みたいなところというのは、今、改めてこうえ問われているのかなと。 いうふうに思う次第でもおありますし、えー、またあの、この奥日光の抵光外バス路線、えー、こちらにつきましては日光、えーま、自然博物館さんが運営されておる中で、えー、当社のグループ会社が、えー、運行になっておりますけれども、えーまあ、そういった経緯からです、ね、ちょうど6年前ですかね、えー、2018年にです、ねえー、東京大学と、えー ここでまあ自動化ができるんではないかという,こう仮説のもと、勝手に共同研究してたというのがあるんですけども、実はあの今日う、コネータやられてる堺井部長がえ東京大学にえ国土交通省から出向されているときに、一番最初、立ち上げのときにあのご一緒させていただいたという経緯がございまして、の井部長が県討整備部長になられるというときには、下野新聞を見て、ですねええと思いながら、すぐあの上司のもとに飛んでったというのが2年前になりますけれども。 な,なんかものすごくご縁を感じるなというところでございます。ええー、今日何卒よろしくお願いいたします。はい。じゃ、続きまして、浅井さん、よろしくお願いします。あ、改めました。あの道のりホールディングスの浅井と申します。よろしくお願いします。あの、道のりホールディングスというですね。会社、あまりあの、聞いて、あの、いただくことはないのかなと思うんですけれども。ここはあの、栃木のですね。エリアですとか、あの、関東自動車というですね。 あのバス会社を運,用、えっと、運営をする、それの,あの親会社になってまして、あの実はあの北関東からです、ね、東北エリアの,あのバス会社、いろいろと,あの、えっと運用しておるところです。で私、浅井はです、ね、あの道のりホールディングスの中で、あのデジタルのです、ね、デジタル技術の実装というのを、えっと、役割として担っておりまして、あのこの自動運転のです、ね、プロジェクトの他にあに電気バスですね。 えー、GX の推進であるとか、あと MaaS のような、そういったあの取り組みを、えー、と担当しておるところです。で自動運転の取り組みあの、実は個人的にはですね、非常にあの思い入れがあの強くてですねあの、2013年頃ですかね、私あの、転職をして今の会社におるんですけれども、その前々職の時からですね、あの2013年頃多分皆さん思い返していただくとですね、自動運転って口にするとですね、 こいつは頭大丈夫かと。なんかあのドラえもんのですね、世界のことを、なんかさも実現することかのようにですね、あの、話しておって、まあそれをですね、自分はあの、すごく初めて技術を見たときにですね、これは世の中変わるなと。 で個人的な話なんですけれどもあの、私、バス会社にいながらですね、普通免許をすら持ってなくてですね、あの移動はすべて公共交通というあの人間で、まあ、そういったあの自分がですね、世の中もっと自由にあの、気楽に移動できる、この手段をどう実装するのかっていうのは、実はライフワークなんじゃないかなと思ってまして、でいよいよ、まあ、今回の,あの下野のですね、実証をご一緒させてもらったんですけれども、 まああのそのライフワークがですね結実する日も近いのかなというふうに思ってましてあのそういったあの個人的なあの思いもあの込めながら今日はお話ができたらというふうに思っておりますよろしくお願いしますはいじゃあ、えー、安城さんは大丈夫ですかねはいじゃあ,あの最後以上私、えー、県土整備庁の酒井です、えー、まあ私実は。 えーまあ、前職、前の部署が国土交通省道路局の ITS 推進室長ということで道路局の自動運転担当でもありました。でそれの少し前は、えー、東京大学3年間執行してまして ITS センターというところであの自動運転も含めて、えー、広くあの実は、えー、研究というものをやっておりました。でもう少し遡ると、えー、国土技術政策総合研究所というところで ITS 研究室というところにおりまして、まだ自動運転という名前が出る前の時の。 えー、ITS ですね。ですから、えー、そこで関わっていて、自動運転技術の話も実はその時、えー、関わったりとかしたというところでございます。まあ、ちょっとそういう関係もありますけど、今、剣道整備部長という立場でですね、今日はちょっとコーディネーターということで、えー、お話しさせていただければと思います。じゃあ、早速ですけども、えー、少し短い時間でありますが、えー、議論を深めていけたらというふうに思っております。で今日はですね、 一応、2つほどあの議題を用意しておりまして、まあ、1つ目が、ですねいやそもそも公共交通にの確保充実、これが県の政策でありますが、自動運転システムって使えるのか、使えないのか、有効なのか、どうなのか、やっぱりそういうところはやはり皆様、あの今日のご参加の方とか、ウェブでも参加の方もやはりあるんじゃないかなと。 いいうふうふに思います夢の技術でしかないじゃないかと、そんなんでどんなうまくいくんだというような話が一つありまして、ちょっとそういう話をさせていただきたいのと、もう一つが、ですねじゃあ公共交通、われわれ ABC プロジェクトを進めてきて、われわれはやれると思ってますけども、やはり導入、これをですね公共交通の,への自動運転システムを導入するにあたっては、まあ、どういう観点を、どういうことがやっぱり課題となるのか。 どういうことをクリアしていかなきゃいけないかということですね、あの先ほどの成果報告にもありましたけれども、いろいろな視点でですね、お話しいただければなというふうに、一応2つのテーマを用意させていただいておるところでございます。じゃあ、まず最初に、この公共交通の確保充実という目標。 まこれはまずあるんですけども、それにあたって、じゃあ自動運転システムって有効なの？ある意味ある意味ですね、切り札になるのかどうかと、まあ有観点について少しいろいろな立場からお話をいただければと思います。じゃあまずはですね、あの教育会の座長もしていただきました坂田先生にえまずはお話しいただければと思います。よろしくお願いします。はい、え。ー 今回のテーマはなかなか難しい部分もあり、でもまあ、夢のあるテーマかなと思って、テーマをいただいておりますが、まずですね、今の段階での,その自動運転の技術というものを使って、今、さまざまな公共交通の、特に担い手不足の問題ですよね、そういったところを解決できる切り札に今すぐなるかっていうと、おそらく今日お越しの皆様も感じていらっしゃると思いますけど、 まだすぐにというわけにはなかなかいかないですね。で現状だと、えー、実際にあの実験とかもしていく中で、えー、走らせるという形になった時に当然あの、えー、周辺に対してちゃんと周知をしたりとか、えー、当然車あの道路はバスだけの 専用のものもでではないですから他の車も入ってくるような場所、まあ、一般的にはそういう場所で走らせなければいけないので、ほ、まあ、他の車の方々に理解をしていただいたりとか、まあ、場合によって適切に譲っていただいたりとか、まあ、そういうこともしなければいけないでしょうし、まあ、そこはなかなかご理解いただけないと。 とところがあったりとかまだまだだ自動運転の技術でどんなものかわからないようなえ周辺のドライバーさんもそういう状況だったりするとまあ知らず知らずのうちに自動運転の車のちょっと邪魔になるようなこうあの運転をしてしまうなんていうこともま現実には起こってしまったりということがあったりもするのでさまざまな形でその地域の中でまあコストがまだまだかかる部分があるかなというふうには思います。当然まだ車両もコストがかかるとかあのお高いものだったりもしますしであの走らせていく上で まだあの我々の ABC プロジェクトでやったものはほとんどがレベル2なので運転手の方は乗らないというわけにいかない状況なんかったときには当然手動の運転の会員をしていただくということをやりながら安全にやってきたものですから。 えー、担い手不足というところの解消にすぐ行くわけではないので今すぐというわけではないですが、えー、将来的に見れば当然さまざまな形で自動運転の技術これはあのバスという車両だけではなくて乗用車も含めてさまざ、あ、まなところで技術開発進んでいますし、まあ、今後、えー、そういった技術開発によって、えー、バスという車両が走りやすくなったり、えー、あと まあ実際に一般道の中にえ自動運転の技術を導入した車が増えてきたり、そういうものを使う方が増えてきたりすると、そういったところでのお互いのまあ譲り合いみたいなものがうまくできるようになっていったりとかですね、そういう中でだんだんとその自動運転の公共交通、バスというもののコストが下がっていくというふうになっていくのかなというふうに思います。そそこここをを進めていいく上ででまずはやりやりすすととろろからですよねえ安全にに確実に走れそうなところを 的確に選んで、そういうところから、えー、実験、そして、えー、実装化という形に、えー、順次持っていき、でまざ、えー、な方に使っていただきながら理解していただいて、えーでまああの、使っていく中でヒヤリハット等々も当然出てくる場面あると思いますので、そういったところも蓄積しながらさらなる技術の向上という形に進めていくのが、まあ、現実的かなというふうには思っております。でもっと遠い将来ですね で無人で車が走行するのが当たり前というような、えー、未来が来た時には私自身のまあ、想像ですけど公共交通っていうもののこう需要っていうのは爆発的に増えると思っています特に栃木県みたいな車社会のところも爆発的に増えるだろうと思いますもし、えー、運転しなくても走れる走ってくれるそういう車が当たり前になったら多分自分で運転しなくなりますし えー、自分の家の駐車場に車を置く必要もないですよね。スマホをちょちょっと触ればおそらく玄関の前まで、えー、無人の車が来てくれるでそれに乗って目的地にあとはあの登録した目的地に車が勝手に行ってくれるという形になるので、えー、自分で車を持つっていうことも多分しなくなりますよね。そうなると、まあ、シェアリングサービスみたいなもんですけどその時に呼んだ車は果たして自分専用の車になるのか。 あの貸し切りサービスにするのかどうかっていうところがまた出てくると思いますけど、貸し切りにするよりも乗り合いでいいよっていうサービスにしたほうが、多分金銭的に安いと思うので、そうするとなんか、ほとんどの人がえ貸し切り状態で自動運転の車をまあシェアリングするような、乗り合いの状態でシェアリングするような、そういうあの未来が来るんじゃないかなと思うんですよね。 でそれを、まあ、今、若い世代の運転免許を持って普通に運転しているのが当たり前の人でも、そういう使い方をするようになってきたら、えー、それは例えばあの、セダン型の車両でやるのか、もっと大きい車両でやるのか、えーまあ、いろんなサービス、いろんな事業者さんが工夫して出してくると思いますので、そうすると、もうバスが当たり前、乗り合いが当たり前で、そこにいろんなサービス、えー、いろんなスタイルがあって、それをどう選ぶかみたいなね、まあ、そういう時代も。 だいぶ先かもしれないですけど、来るんじゃないかなと思いますので、まあ、そこへの足がかりとして、えー、今、まあ、乗り合いの、えー、通常のバスを置き換えていくような作業をやりながら、いろんな方に、えー、自動運転の技術について知っていただいて、まあ、将来を夢見ていただいて、えー、準備をしていただく、まあ、そんなことができるといいんじゃないかなと私自身は思っています。はい、いいありがとうごございます。あのすごい壮大な。 夢まで語っていただいているということだと思いますけれども、やはりまあ技術的な面を見ると、なかなか難しいのかなと。ただし、自動運転という技術が一般化したら、先ほどの公共交通の確保、充実という観点からして、その目的の一番先にある自由に移動できるということは相当いい世界になるだろうと,というお話かなと思ったところでございます。じゃあ、続きまして、じゃあ,あ、事業者の立場からという観点の方がいいかなと思いますが、じゃあ、まず金子さんの方から。 何かコメントをお願いできればと思います。はい、ええー、そうですね。あのー、まあ将来自動化はしてまあ行かなくてはならないと言った方が正しいのかなと、えー、考えてます。あのなぜかと申しますとやはりこれはあの労働力不足の問題がものすごく大きいというふうに考えておりまして、あのー、まあニュース等でも2024年問題などをこうお話として聞かれる機会も多いかなと思うんですけれども。 まあ、あの単純にこう日本の人口が減るフェーズに入ってますよね。で、東京圏でも2030年に入ると減る、えー、フェーズに入ると、えーまあ、栃木に関してはもう減る段階にすでに入ってるかと思うんですけども、まあ、こういう中で、えーまあ、人がいないと。 ち働いてくれる人がいなくなってしまうという前提で考えたときに、一方で住んでらっしゃる方っていうのはいらっしゃるわけなんですね。でそうすると、えー、そこの人たちの足をこういかに確保するかというところというのは、えー、これは地域課題としてこう、まあ、厳然たる事実として、えー、あるというふうに思っています。 で,ですので、やはりそ,のそこの、まあ、ある意味、外部環境がある以上は、あ自動運転をお一刻も早くこう導入、えー、していくと、えーまあ、導入することによって、えー、結果として地域の足を確保していくという流れを、まあ、作っていく必要性があるんじゃないのかなと、これはあのバスにも言えることですし、えー、バスだけではなくて、鉄道にも言えることだというふうに、えー、思っております。あの実際になかなかかやっぱり 採用がですね集まりにくくなっているというのは、もともとバスってそういうところは課題としてありましたけど、鉄道についてもまあ似たような状況になりつつありますので、われわれもあの自社として、ですねまあ鉄道の方でもえ自動運転、GOA3.0 と言ってますけれども、車内にはあの誰かしらか乗っている状態ではあるものの、運転席には誰もいないという状態をまず目指していこうというところで研究を進めてたりもしますし、ああバスについてもえ同様に、 えーまあ、無人化を見据えてです、ね、あのいろいろ勉強しているという状況がございますので、まあ、この辺をですねあのただやっぱりあの先ほど坂田先生のお話もありましたけど、まあ、コストがかかるというところで、あの正直まだどう動いていくかというところは読めない中で。 えー、自社、単独の力では、なかなかこうおそれを実現するというのは難しいのかなというところもございますので、この辺はですね、あのいろいろな事業者様、またあの、えー、自治体様とですね連携しながら、ですね、えー、自動運転というものを実現していきたいなというふうに考える次第です以上です以上すはいありがとうございます、えー、人口減少化、まあ、元ですね。ね ただ、移動するニーズというのは、全然これ以上にかかあの高まってくるだろうということからすれば、やはり一刻も早いこういうい自動運転技術の導入というのは期待されると、まあ、いうことかなと、まあ、一方でコストの課題もあるということかなというお話だったと思います。じゃあ、続きまして、浅井さんの方からよろししくお願いしますあ、はい、あの質問が公共交通に自動運転技術使えるのかどうかとだと思うんですけれども、単、まあ、的に言うと使えます。でこれあの多分皆さん 勘違いされているというか、あのさっきの,あのレポートの中にもあったと思うんですけど、これ未来の技術って言ってるんですけど、これ全然未来でも何でもないんですよね。自動運転で使われている技術、相当私もこの2、3年あの作っているメーカーさんにかなりの部分開示してもらってみましたけど、使ってる技術ってもう過去、あの AI の開発であるとか、テクノロジー側から見ると、もうかなり過去の技術なんですよね。で、それをどう社会実装するのかっていうもので、これ、決してなんか我々は、多分今、チャット GPT 急に出てきて、すごいなんか未来来たと思われてると思うんですけど、あれ、そうでもないじゃないですか。それと同じで、自動運転もまさにそんな技術なんですよね。で、あとは我々側がどういうふうにそれを受け入れて使うのかっていうのが、あのものすごく求められているあの,ものが今だと思うんですよね。で、<laughs> 例えば、あの運転一つ取ってみても、多分皆さん、機械には負けねえよって思われてると思うんですけど、あの例えばですけど、あの人の認知能力、まあ、結構まあまあいい加減なんですよね。集中力が落ちてくると、結構見落としてるんですよね。だから逆に言うと、ですねありとあらゆること気にな,りなるような、まあ、要は見落とさない機械だと、どうしてもリスクを人以上にこう、 っってて安安安全安全安全側に振っていくのでパッと見すごくしょぼく見えるんですけど実体そうではなくて人間以上にものすごくいろんなことを把握できているであとはそれをどこで折り合いをつけるのかっていう我々側が使う側としてどんだけあのリスクを許容するのかっていうそういう話だと思いますで今どちらかというとその社会実装をしていく上で必要になっているものってその走る技術以外のところ でさっきもあのこの前の会議であったんですけどあの、ハンディキャップのある人にどう対応するのかであるとか、社内でこういうことが起こったらどうするっていう、そういうイレギュラーな対応、これはやっぱり人間がこう、うん、と柔軟に対応している部分なんですよねで。例えばそれをどこまで我々が機械に対して求めるのかっていうところが、あのコンセンサス取れれば、これが。 ある意味社会重要性であって、あの、サービス提供できる水準になってくると思うんですよね。そこが一つすごく重要なポイント。であともう一つは、今のあの自動運転車両ですね、実証実験やってると、ほとんど F1 カーなんですよね。ものすごくエンジニアが、あの、おせえはおもりをしながらやるんですけど、そうではなくて、まあもうあの、いかに安定的に稼働するのか。あとは、その、保守性であるとか、 あの可用性と呼ばれるような、要は枯れたものとして使えるように、言うなれば、あまりその最先端なものではなく、一定、実績がたまったもので、サービス提供するっていうことができれば、これはあの最初に戻るんですけど、確実に公共交通として使えるだろうなと、うそういうふうにあの見ておりますはい、ありがとうございます。そうですすねままさに社会需要性と言いますか 機械の技術は技術術はであるんだけど実は技術を使う人間側の方が硬いだと、運転手が受け入れるにしても、運転手の方がいいだろうと、なんか動き違うなと思うけど、実はシステムの方が本当は素晴らしいことやってるんだよみたいなことを、まだ許容できてない部分があったりとか、いうことだったり、あ,あとはあれですね、意外と技術が枯れたもんでないですけど、意外と技術は古いもんだから、あとはそれのコストは下がって、もう誰でも使えるようになる。そうなれば じゃあ,あの、ちょっと話は変わってるじゃないですけど、あの白石先,先生、ぜひとも、今度はちょっと社会需要性といいますか人の、人の観点から見たときに、この公共交通に自動運転システムって有効なのかな、切り札になるのかなと、ちょっとその点でもお話しいただければと思います。はい まずです、ねあのまあ、あの先ほどからこう担い手不足、ですね運転手さんの不足であったりとか、ですね、えー、そういったところの、まあ、切り札になるというようなところあの、これは大きいと思うんですけれども、えー、一方で、おそらくあの今回の実証実験でも、住民の方を対象にしたもののアンケート結果では、あのまあ、利用します、この利用しますか、利用しませんかっていうようなところで、利用しない、なぜなら車があるからっていう、ですね自家用車があるから。 でえーまあまあ、現時点でですけれども、えー、自家用車がそのまんまあのコストだけの関係でですね えじゃあ同じぐらい年間自家用車所有するのにかかっていたランニングコストを考えればえまあ自動運転パスこれだけのコストでえ乗れるので手放してもあむしろいいよねっていうような形で乗り換えるかっていうとそれちょっと難しいかなというようなところあると思うもちろんそういう方もいらっしゃると思うんですがえ例えばこう高齢者の方とか免許返納のきっかけになったりとかですねそういうことはも,もちろんあると思うんですけれどもえ運転するのが好きとか。 えー、あるいはやはりあの利便性それからあの安心性ですねあの乗りたい時に。 え好きなところへ自分の都合だけで行けるというところがあの自家用車のあのまあ大きな魅力というところもあると思いますのでそのまま取って変わるかというとなかなか難しいっていうようなところはあると思いますそういうふうになってくるとま先ほどからあのコストはかかるっていうような話が出ていますけれどもえ自動運転バスこう走らせた時にえま果たして乗ってくれる方利用する方はもちろん便利利用されると思うんですがえ今 まあ自家用車持ってる方がそれを手放してまでっていうようなところあるいは自家用車に乗らずにじゃあバスで行こうかっていうふうになるかっていうとなかなか あの計算通り、単純な計算ではいかないだろう。という風うなところはあの思うところではあります。そういう風うになると、どういう風うにえまあ利益考えていくかって、そうするとこう確保充実っていうようなところには、あのやはりちょっと回収する回収できるのかっていうところあると思うんですが、かなり長い目で見ていく必要があるのかというところはあります。ただ、その長い時間をかける間にまあ、私はあの技術のことについては素人ですけれども、技術もどんどん進んでくるっていうところもあるでしょうし、その中で。 理解が深まってくるでえっ、ー、ともっとあの自分たちの生活に根付いてくるっていうふうになってきたときに今とは違う感覚で、えー、まああのどんどん代替が進んでいくというような未来は描けるんではないかというふうにはあの感じましたはい、はい、ありがとうございますあの今のお話非常に深い話かなと公共交通の課題の本質ではないのかなと、えー、例えば、えー、コミュニティバスを走らせます。 アンケート取ると、乗りますっていうのが7割ですと、蓋を開けたら1割も乗ってませんみたいな、それがやっぱり自家用車との,あの差別化がなかなかできてないと、おっしゃったところで、あれですね、損得で考えてるかというと、実はそ,こそうでもなくて、多分リスクヘッジ、つまりいつでもどこでも何かの時に行きたいということの保証みたいな、なんかそういうところがやっぱりあるので、なかなか難しいのかなと。 あの今、利用してる、今、自家用車を利用している人が公共交通に行くのは、なかなか難しいんじゃないか、自動運転にしてもと。ただし、もしかして、先ほど坂田先生がおっしゃってたような、将来、自動運転が一般化して、それこそ、あれですね、スマホで呼んだらすぐ来ますと。いうふうになると、今度はシェアリングサービスの充実というところで、持つんじゃなくて、共有するという概念が来れば、また話は違ってくるのかなと。そういうところの心理も含めて、ここの、なんか、 ことも含めて考えていかないと、まあ、自動運転やれば人がいっぱい乗るか、そんなことないですよという、あのなかなか難しいところのご指摘かなと思います。はい。あとまあ安城に、安城さんにですね、一言あのま言、あ、言ってもらったほうがいいと思いますけれども、えー、どうでしょうあの、切り札かどうかと切り札ですって言わなくちゃいけない立場ですけれども、まあ一言で、切り札であってほしい理由を <laughs>、はいえー。切り札ではある。 が特効薬ではないというのはよく言っておりますが、まああの自動運転のその技術っていうところで、今自動運転のそのシステム技術っていうのをどこまでえみんなが正しく理解しているかっていうところなんですよね。自動運転というシステムの中でも、あの運転支援とか今の新しい車ついてるものあるんですが、まあそこからこうどんどんこう発展しているものもあるんだよっていうところの理解が必要なのかなと思ってます。え私自動運転バスの実証実験担当してるんだよって。 検証内でいうとえ、あそこ白線ないけど大丈夫とか言われるんですけど、自動運転バス、あの白線読まなかったりすることもありますので、そういったいろんな技術の理解っていうのが進めばいいなというふうに思ってます。で、あの先ほど運転支援っていうようなことを言いましたけど、その切り札であるが特効薬ではない、その家庭の段階で,です、ね、その運転支援っていう技術があれば、 大,きな大型バスを高齢の方でも運転できるようになったりとか、そういったところで担い手を確保するようなことができればいいのかなというふうに考えておりまますすはい、はいありがとうございます、えー、あのなかなか切り札になると思うけどというところで、まだちょっと一長一短のところがあるのかなと、あのできる、当然ながらあの浅井さんのおっしゃったように、できるもんだと。 ただ、まだクリアしなくちゃいけないものはいろいろあるよそれは技術的なこところもあるんだけど、実は人間的なもの、あとは宿命的なもの、まあ、そういうものがあるんじゃないのかなというお話だったかと思います。あの個人的にはあの使えないと言われなくてよかったかなというふうに思ってますけれども。えー あのちょっと時間の方がありますので、ちょっともう一つの話題の方に進めていきたいと思います。あのこちらはですね、あの先ほどおっしゃちょっと申し上げた通りあの、公共交通の自動運転システム導入可能性について,でにについてお話ししたいと思いますあの。自動運転技術を本当に導入するときっていうのは、一つは技術の問題で、もう一つは仕組みっていうんですかね、ルールだったり、例えば法制度だったりとかありますし、あとは例えば導入したときに、 どれぐらい先ほど、保守費用、保守システムとかですね、そういう仕組み、そういうところの仕組み関係、あとは最後は人の話ですね、社会的需要性という言葉でよく言われてますけど、こういう3点がやはりあのに集約されるのかなと思っております。そういった中で、ですねあのこの技術、仕組み、社会需要性と。 いうところですでにかなりお話しいただいたところではありますけども、まあ、そういう観点で、まあ、ここがもっとこうなればよりいいんじゃないかとかですね、もしくは、えー、この観点を実は自分としてはこうしていきたいとか、こうなったらいいなとかですね、あのそういう技術、仕組み、社会重要性、あの3つすべてお答えいただかなくても結構なんですけども、そのうちの1つ、もしくは2つでもあのご自身として、 特にこの点はあのしっかりとあの考えていきたいというようなことがあれば少しコメントいただきたいなと思っております。そういう意味ではまずはちょっとやっぱりあの事業者の方の方がその話はまずはあるのかなと思いますので順番変えまして、朝井さんからでよろしいでしょうか。はい そうですね、えー、と個人的な立場は、先ほどの話の通りありできるなっていう話ですと、一方で、現実的にですね事業者としてあの見たときの課題感っていうのもあの強く認識はしていて、先ほどあの、えー、とコストの話が出てたと思うんですけれども、今、例えば現実的にこの直近2年ぐらいでですねあの路線バスを えとレベル4の自動運転化をするといったコストを試算をすると、大体人が運行するコストの3倍から4倍ぐらいの,あのコストになるんですよね。で、まあ、それはあのいろんな要因があるんですけれども、一、まあ、つは車両の価格が非常に高いと、でもう一つはあの実はレベル4で運転席に人はいなくなるけれども、それを補う形で別の人が必要になると。でその人の人コストが 案外、運転手の時系比よりも単価が高いんじゃないかというような,な、何をやっているのかよく分からないあれになるんですが、そういったものがありますと。で、この事業性のところに関して言うと、これはあの非常にこう取り組みの中でのこう累進性、ああ蓄積されればあのされるほど、進めば進むほどコストは下がりますと。これ何かというと、製造コストは非常にそのうんと規模の経済が効くものなので、今の その自動運転車両ってあの研究開発のフェーズにあってコストが非常に高いですと。でそれがあの100台、1000台と増えていくことによってかなり劇的に下がってくる。これが一つ目の大きいポイントですと。でもう一つがコスト部分においてはですね、さっきあの車内に人はいないけれども遠隔で監視をする人がいると。でそういった監視をする人は あの車両の運行台数少ないと1人で1台見るだけで変わらないんですけれどもそれが台数増えてくると1対 N というあの形でどん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 あの効率性が高くなるとこれ何が言いたいかというといかにこう集中的にあの取り組みを進めていくのか今栃木県さんそういう意味でこのプロジェクトすごく重要なのは県の中であの事例をいくつも作ってあの 地域的にこう集中的にに集中やっっててていく土壌が出来上が上てきてると思うんですよねでそういったところって全国的に見てもほとんどなくてでその中で集中的にやることによって累進性が高まって事業性が高くなるそうするとこうますます加速度的にあの取り組みが進むっていうことが実現できるんではないかと思ってますでこういったその事業性のところが今一番大きい課題の一つであのいかにこの数年で それに着手をして加速をさせるのかっていうのがあの取り組みをリアルな形社会実装につなげていく上で重要なあのポイントだと思っているので、まあ、このプロジェクト、今年終わった後が実はすごく重要なんではないかなと思っているし頑張っていきたいとあの事業者として頑張っていきたいと思っています。あありといいいまます非常に私もあんまり聞いたことないって言いますか 生の声だったなとというところがありますねあのコストの面って、今は実証実験の場合ですと、コストの面ってコストを度外視して、コスト以外の利便性とか、先ほどの乗客がどう思うかとか、安心感かとか、まあ、そういうところばかりですけど、実際事業化しようとすると、コストがやはり、えー、大きな課題であり、そのままやっちゃうと3倍ぐらいかかっちゃうよと、まあ、これをなんとかクリアしていかなくちゃいけないという中で、栃木県の場合ですと、先ほどの集中して地域でやってると。 いうことからすれば、それをうまく活用すれば、まあ、数の原理であったりとかいう形でのコストの削減が非常に期待できるんじゃないかということだったかなと思います。じゃあ続きまして、続いて金子さんの方からよろしくお願いします。 はい、そうですねあのまずルールというところに関して言うと、あの国のほうでも今、まあ、特定自動運行の制度とかあの作ってくださってあの、やっぱり変わってきてるなというところはあの感じるところではありますし、まあ、あの海外見ればこう、自動運転、自動運行そのものっていうのは、例えばこうアメリカのサンフランシスコとかですと、普通にこう無人のお、まあ、ライドシェアが走ってると。 いうような状況もこうまああ,あったりはするわけなんですけれども、まあその辺のこうなんていうんですかね、こう背景としてこうやっぱりこうどれだけ社会に需要されるかっていうところがあ一番大きいのかなというふうに思います。あの例えばこう今ですと日本の国内でこうどこかでレベル2でもおーいいんですけどもこう まあ自動運転の実証をやってる中で、少し路肩こすっちゃいましたみたいな話をすると、それだけでこうニュースになったりしますよね。なんとなくこう、国民の皆様にこう不安なイメージって、こう、持ってしまわれてしまうのかなというところもある一方で、今回の ABC プロジェクトの中で、やはり社会重要性を高めるというところをテーマにしてくださった中で、実際にこう乗ってみて、まあ,あ、安心したと。 いう声は先ほど安城さんの報告の中にもありましたけれども、まあ、かなりこう多かったというところで、まあ、日本の国内でしっかりこうアメリカのように社会需要性を高めていく取り組みというのは、これはあの認知の部分も含めて、ですねしっかりこうやっていく必要性があるのかなと、やはりこう一人一人に自動運転というものを受け入れてもらえるようなこう心の持ちようというんですかね、まあ、そこがないとなかなかこう10年後、20年後にえ私の住んでいるところ、 なんかバスなくなっちゃったんだけどみたいなことが普通に起こりえてしまうと、そうなってから、まあ、気づいてしまったんでは、えーまあ、バス事業者もその時点ではこう、ある意味路線がなくなってるってことは撤退をしてしまってるっていうところだと思うので、そうなってからで遅いんですよね。やっぱりあの先ほど私、人口の話しましたけれども、将来見据えて、えー、人が減っていくというところに対して、どういう形で、えーまあ、あ骨貌を維持していくのかと。 そこの中のメニューとして、自動化っていうものをあの一人一人の頭の中にやっぱりイメージしておくっていうところが、実は一番大,変大切なんじゃないかなというのを最近こう感じてまして、あの技術なんかは先ほど浅井さんのお話ありましたけど、こうもうすでにある程度こう確立されているものがありますので、まあ、そこを生かしながら、需要性を高めていくというところが一番だというふうに思いまそうですね、社会需要性。 まさに高めていく必要あり、それがあって、ABC プロジェクトやってきたところですけども、多分おそらく何もしないと、なくなっちゃうよ、公共交通なくなっちゃうよっていうこともお話ありました、やっぱり公共交通そのものっていうのは、やっぱり地域で育てていかなきゃいけないものなのかなと、そうすると、じゃあ,あ、先ほど坂田先生のところでも少しありましたけども、地域の方々がどこまで許容することで、こういう自動運転技術、 を、えー、持った公共交通が受け入れてもらえるかとでそれが、えー、大切なのかなと、あのー、いうようなことかなと思います。そこはルール以上に、やはり人の心だったり、やっぱり地域の受け入れる心ですかね。まあ、そういうところが非常にポイントになるのかなというお話だったかと思います。じゃあ、続いて、えっ、ー、と、まだ学識のという観点から、あの、坂田先生の方から。 えー、この3つの観点、技術、仕組み、社会需要性など観点も含めて、少し、えー、導入可能性、自動運転の導入可能性ですね、あのコメントいただければと思います。 はいえー、もう実際の事業者の、えー、観点からのコメントが非常に、まあ、リアリティもあって、えー、なるほどというふうに思いながらも、えー、聞いておりましたが、えーとですね、私自身の,その専門分野でいうと、まあ、あの道路を整備したりとかするときにこれものすごくお金はかかるけども、まあ、その代わり 目的地まで行くのが早く着くようになるだとか、交通事故が減るだとか、いろいろ効果がある中で、まあ、やるべきかどうかっていう、まあ、費用対効果を確認するなんていうところが専門だったりするわけですが、費用対効果を、えー、評価するときの議論の中で、えーまあ、道路整備をしたりとか、そういう交通インフランの整備をしたときに、目的地まで早く着くようになりますっていうことの効果っていうのは、どんなふうに捉えてきたかっていうと、移動の時間って無駄だよねっていうのが、まあ、 基本の発想なんですねで移動時間無駄だからできるだけ減らしたい、まあ、社会的損失だから減らしたいっていうふうにして移動時間のそのロスが減るんだったらそれは効果だからまあ人々が働いた時にどれだけの,もの,あの価値を生み出せるかみたいなところと比較しながら普通に働いたら1時間で何円ぐらい1分あたりだと何円ぐらいの価値を埋めるんだからこんだけ時間が節約できるなら これだけ事業費をかけてもいいよね。まあそういうような、えー、議論をしながら、まあ、評価をしていくというのが基本の考え方なんですね。ただ最近はあのー、考え方が少しまだまた進んできていて、まあ、これ自動運転も意識してのことだと思いますけど、移動してる時間って、まあ、無駄な部分もあるけども、別にその時間気を失って死んでるわけでも何でもないので、あのただただ寿命がその分浪費されたとかそういうわけではないので、移動してる時間は確かに あの自由にできること、限られてたりとかするので、ちょっと価値が落ちるかもしれないけども、価値があのゼロなわけではないよと。自動運転のような形になって、自分で運転しなくてもいいとかね、そういう形になると、移動中にいろんなことできるじゃないかと。日お集まりの方も、中には東京から来られた方とかもいるかもしれないですけど、東京から来るときに新幹線の中で仕事をしながら来られたとか、そういう方もいらっしゃると思いますけど、そうやって時間を過ごせるんだったら、無駄な時間じゃないから。 実は別に無理して節約しなくてもいいじゃないかというような考え方もあったりするんですね。まあ、移動中の,その時間が効率的に使えてるか、無駄になってるか、あとは快適か、それともまあ快適じゃない、ちょっとしんどい時間なのかで、嫌な時間、しんどい時間、無駄な時間だったら減らした方がいい、であの自由に使える時間との,その差を見ながらですね。 適、えー、確に評価しようよっていう流れが、えー、だんだんと、まあ、なかなかそこは経済学的にもきちんと分析するのは難しいところはあるんですけど、まあ、そういうふうにあの分析とか、えー、研究の流れが、えー、変わってきているところもあ,のあったりします、まあ。そういうところをですね、えー、公共交通の話に置き換えて考えてみると、えー、自動運転っていう技術が、まあ、あの公共交通に適用されたバスに適用されるというふうになったときに、今までのバスよりも快適だねとか、 乗っってて楽ししいねととかかそそうなななるんであればそればはひょっとしたらあの大きな価値なのかもしれないです、えー、もちろん目的地まで今,今の,あの自動運転の,あの実験とかだとやっぱり安全性重視なので、まあ,あまりスピード出しすぎないようにというか、えー、安全に安全にゆっくり走らせてという形になったりするので、えー、普通のドライ人間のドライバーさんに比べるとちょっと時間がかかったりとか、まあ、そういうこともあったりはするわけですけど。 技術が進んでくれば自動運転の方がスムーズに事故なく進めるようになるかもしれない。だから時間を節約できるかもしれないし、乗ってるときに運転手さん以外の人も必要になるんだっていう話もありましたけど、そういう方が必要なのであれば、そういう方に新たな役割をきちんと担っていただいて、車内をもっと快適にしてもらうとかですね、なんかそういう工夫ができるかもしれません。そういった形でバスっていうものが生み出す価値っていうものを、今までの 運転手さんが運転してで、えー、お客様を安全に届きますということだけではなくてさら、えー、なる負荷価値を生み出せるような、まあ、そういうチャンスが来ているというふうに考えて捉えてみるとまたそこから生み出される、まあ、価値や効果っていうのの捉え方が変わってくると思いますしそれを、えー、公共のサービスとして公共部門、まあ、自治体なんかが関わってというような形になるんであれば、まあ、適切に えー、公共のお金を出す価値があるねというふうに、まあ、判断することもできるかもしれません。えー、だっていろんな形でですね、えー、公共交通、まあ、バスというものに、えー、自動運転の技術が適用されたときに、どんな価値が生まれるかっていうのを、今までのバスっていうところの,その担い手の問題がどうとか、まあ、そこももちろん大事なところで、まずはそれなんですけど、えー、もう少しこう視野を広げながら、いろんなことができるかもしれないなっていうような形で考えていけると、もっとまあ、 楽ししいい公共交通にになななっっったたたりりりとととか、か話になったりするのかなということも、えー、思ったりしています。ま,あ、まずは、えー、どうしても担い手不足というところをやるので、えー、まずは無人で、えー、コストを下げてとていうところはあったりしますし、今日のあの報告の中でも、バスに乗った場合に払えるお金は200円ぐらいですよという、まあ、通常の路線バスと大体同じぐらいの値段という、まあ、あるいは相場がそうなっているから大体そういう回答をするんだと思いますけど、えー、実際にはもっと楽しい時間だ、快適な時間だ。 有意義な時間だっていうふうに感じてもらえるんであれば、またそこのビジネスそのものが変わっていく可能性もあると思いますので、まあ、いろんなチャレンジ、えー、これからできるといいなというふうに、えー、個人的には考えているところです、はい、あの今のご指摘は本当に公共交通そのものを考えるときに非常に重要な観点かなと、つまり、えー、先ほどコストって言いますか、いわゆる BYC の C の方ばっかりの議論が多かったですけど、実は便益と呼ばれるところ。えー、そこに価値を プラスアルファが見出せれば、まあ、言い方変えると、支払い資格が高くなれば、あのコストがかかっても、それ以上に支払ってくれれば、まあ、収支が成り立つっていう点もあるのかなと、まあ、なかなかこう支払い資格が高まるかどうかはありますけれども、自動運転技術を導入することによって、今までになかった価値をその乗る人が享受できるような環境を作ると。 まあそういうことがつなぐ結びつくんであれば、自動運転技術というものは、やはり有用な技術の一つになるんじゃないかと、というあの観点かなと思いましたあの。ちょっと自動運転ばっかり見てると、技術ばっかり見てると、そういう点が失いがちですけれども、やはり新しい価値を、つまりいろんなものと組み合わせですかね、自動運転バスだけで何かやるんではなくて、他のサービスとなんか組み合わせることによって、えー、それで新しい価値を生み出すと。 そこに、じゃあ乗ってみようと。じゃあ先ほど白石先生もあった、乗らないよねっていう人を乗らせてみようみたいな、そういうものがもし自動運転技術をやることによって何かできるんであれば、あのかなり導入可能性というのがあの出てくるんじゃないかというお話かなと理解したところです。じゃあ、あと、えー、白石先生の方に、えー、ちょっと、えー、需要性の観点とかですねあの、その点からコメントいただければと思います。 はいえーまあ、社会重要性に関してですけれども、えー、さっきの,あのご説明の中のアンケートでも、いわゆる安心感というようなものを一つの,あの指標にしていて、まあ、どれぐらい不安を感じますかというところで、あのあ質問の一つとしてですね、通っていたというふうに思います。で、えー、自動運転発スに、まあ、今の,あの現在の実証実験したものですね、あの乗る前と乗った後とだと、だとずいぶん不安の程度が減っていると。 えー、けれども完全無人化になると不安の程度はまだ大きいというようなところであの出ていたというところはあります。でこの不安の程度をどういうふうに下げていくかっていうことが、まあ、一つの社会重要性の指標の一つとして捉えてあのいるというふうに理解したんですけれども、えー、もちろんその技術を、まあ、高めていく、えーまあ、あるいは法整備を進めていくと、まあ、いろんなものと連携してきますけれどもこの不安の程度 を下げていくというようなことはこれは絶対に必要なことだと思うんですけれどもゼロにした方がいいのかゼロを目指すべきなのかというとそれはちょっと違うんではないかというふうに思っていましてあのゼロリスクというものはありえないということはあの何でもそうだと思うんですけれどもえそれを正しく理解していただく完璧なものはないですよと特にあの先ほどこう未来の技術でも実際未来でもないよという,ようなお話もありましたけれども おそらくただ一般の方々にとってはまだ未来の技術でそれはすごく自分が想像もできないような完全性を持って。 でするんではないかというふうな幻想抱くような方も多いかというふうに思うんですが、えー、完全にそうこうお任せの受け身というようなところで、えー、いることには当然あのゼロリスクありえませんので危機が伴ってくるとであの私よく不安はあの心の火災報知器だっていうふうに言っているんですけれどもあの危ない時に正しくなってもらわないと困るというようなものですねけれどもまあ安全が保たれているよねっていう時にもずーっとなってると非常にきついってい というような状況になりますので、今おそらく自動運転というようなものが、あの我々の多くにとっては未知のものであるということ。 それから自分がコントロールできないものであるということですね、それから実際、事故のようなものが起こった際に大変なことが起きそうだというようなことがある程度予測ができると見えないところで起こっているわけではなくて自分の身に起こることなので,でこれはですね大体の場合、人というのは高くリスクを見積もるというような結果が出てますのでそういう意味でも知らないがゆえに不安も高く出るというようなところがあると思います。で でそういった道ゆえに出ている不安については正しく技術を伝えていくその中ではこれもできますあれもできますっていうことと同時にこれはできませんっていうようなところですねそこもしっかり伝えていってでそれは今の自家用車であってもあのバスであってもですねあの同じ状況ですのでそのために交通安全ルールをですねあの車に乗らない人にとって 対ししててもやっていくわけですし当然あの運転手に対してもするわけ利用者についてもするわけですのであのそういったものをこうあの受け入れるとそれもまあ,ある種の負担になるわけですけれどもそれも含めての社会重要性かというふうには思います、えー、そういうところで、えー、今高く見積もりすぎているリスクについていかに下げていくこれは実証実験なんかを通して実際体験していただくというのがもう本当に強いことになってくるというふうに思います。でえー、そういうい 自分自分とつながりますので、えー、自分事化されたものというのはあのその例えば技術について知りたいとかです、ねえー、そういうことを非常にあの熟慮するようになるんですよね。 一方で自分と関係が薄いなって思うことについてはかなり表面的な情報に左右されると言いますかえ例えば非常に有名な方が自動運転バスいいよみたいな形で言っているといいのかなと思ったりとかするとかですねでえですので最初はそういった形でまあ見た目でも何でも構わないんですが有名人でも何でも構わないんですがえ少しパッと気を引くようなものを使ってまずあの 関わるところの入り口に立っていただいて、で今度自分あの実際に乗っていただくとかですね、関わるっていうような経験ができると、今度は自分で自分ごと化して、えー、内容について熟考して正しく理解するっていう段階に行けるんだと思います。自分ごと化する前に長々と丁寧に説明をしても、それがいかに正しいことであっても人間はあのかなり認知的に節約しますので、えー、あんまり響かない。 それよりも誰が言ったとかですね、そういう土地のほうが響きますので、そういうちょっと戦略的なところでフェーズ変えながらですね、うまくこう理解を促していく、正しく理解していただき、余計に不安にならずに、けれどもリスクは重要していただくというところで、社会重要性というものがま進んでいくのかなというふうに思っています、はい。あのまさに 心人間の心に迫ったお話だったかなと思います。まあ、やはりリスクを高く見積もってしまうというのは感覚的には我々も実験を通じて,通じてです、ね、感じるところであり、あのー、知らないから不安になるあ、まあ、おっしゃる通りだとまさにまだ自分ごと化するということでよくそれを自分なりに理解をしてと。 いうところなのかなというふうに、えー、そういうあの話お話かなと思います。まあ受け身ではダメ、あの積極的に関わってもらえるような環境を作り出すことがあのまさに導入可能性に大きく影響するというところかなと思います。じゃそれを踏まえまして ABC プロジェクトで今の観点についてはどういうところができたのか、どこができてないか、まあそれについて少し安城さんからコメントいただければ。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と。 導入可能性というところでですね、栃木県の関わり、一番大きいなと思ってたのが、その社会事業性の情勢、先ほど白石先生も言った、誰が言ったかっていうところだと思うんですね。あの自,自動運転のバスの実装ってなった時に、まに、あ、事業者さんたちが、 やろうと思えば別に県とも別に関わらなくてででできると思うんです。それで広げるときには、ですね、県と一緒にやってる、あこれ、県の事業なんだっていう、そこの安心感、そこでハードルが下がるという方もいるんではないかなというふうに考えてます。で実際にですね、実証実験に来られた方の中で、あのちょうど停留所でお話したおじいさんなんですけれども、あの俺は県のこういうイベント、全部参加しようと思ってんだと。 いうような形で、この前も未来若者ライブっていうのに20代に混じって行ってきたと。でこういうのも乗ってどんどんやってほしいんだ、県にはっていうようなことがあったんで、この県の関わり、これ社会需要性を高めるというところではです、ね、非常に重要なのかなというふうに感じたところです。はい、はい、ありがとうございます、あのー。やっぱり導入可能性、やっぱり導入可能性はあるんだけども、やっぱりそれぞれ課題もあるし、ただ課題だけじゃない、突破する、これを。 乗り越えるやっぱりヒントもいろんなところであの実証実験も通じながらもありますし、えー、パネリストの皆様方々もいろいろと、えー、ご自身の知見の方からいろいろコメントいただいたのかなと思います。で、えー、時間的にですね、えー、だいぶあのいい時間になってきたところですけども、やっぱり、えー、と公共交通の自動運転システムの導入可能性ですね、あのそういった点で今、ちょっと社会重あの人のい 意見ですね、先ほどのハードルを下げるとか。だからそういう観点で、事業者の点では、今のあのちょっと白石先生のコメントなど、あとは坂田先生のこの便益の観点、価値を高めるという、まあ、そういう観点から、何かえ金子さん、川西さん、あのコメントあれば、その点について <laughs> 難しい話かもしれませんけど、よろしくお願いします。あの便益とといううこころではあのー、やっぱりこう移動 で確かに先生の言うようにこうコストというか、えーまあ、目的か手段かと言われれば手段なので、まあ、しなくていいならっていうところがあるんですけど、まあ、割とこうテレワーク進んでしなくていい社会みたいなところができてますけど一方でやっぱり移動そのものが全くなくなるわけではないというところもあ,のあろうかとは思います。でその中でこう私自動化が進むと一番いいなと思うのはある意味こう人件費にかかるコストが、まあ、自動化という形でこうまあ 変わわっていくわけなんですよねそうすると、あのーまあ、先生もおっしゃったように乗りたい時に乗れるみたいな風になってくるとそれってものすごいこう、あのーまあ、便益というところでは高くなるのかなとえ、まあ、あの中心となる街があってそこの周りをこう、あのー、いつでもこう乗れる。う 公共交通が走ってるみたいな、まあ、社会という姿になれば、まあ、そ,そこはすごくこうスマートであの暮らしやすい社会なのかなと思いますので、あのこの自動化というものが突き進んでいったその先にあるこう社会の姿みたいなところで考えると、えー、そういう,こうあの人々が暮らしやすい、えー、姿というところを思い描きながら、あのぜひいろいろこうチャレンジしていきたいなというふうに思いますね。 さんも何か一言いいただければありがとうございますあの白石先生の話聞いてて、すごく参考になるなと思っていたのがそのあの、自分ごと化されている度合いによってコミュニケーションスタイルがかなり変わるっていうのってすごく重要だなと思ってまして、やっぱりこの栃木、あ下野で今回、アンケートを取った時も、周辺住民の人にもアンケートを取ったんですよね、でその時に97%の人はあの自家用車の免許を持っていて、8割近くがそもそも使えませんと。 でそういう人たちがこう自分ごとかするタイミングって何かっていうと、目の前に自動運転バス走ってて、やたら遅くて迷惑だと、その多分フラストレーションだと思うんですよ。でも、そういう人にも受け入れてもらわないとダメだけど、どうコミュニケーションするのかって、やっぱすごく難しいなと思ってるんですよね。でそこが 我々今、多分どちらかというと、興味を持っている人に積極的にアプローチをするとかはうまくいってるけれども、サイレントマジョリティたる人たちとのコミュニケーションって、なかなか誰もこ,うこの業界において指針をこう示してもらってないなと思うので、なんかこう、ちょっとそこはぜひあの勉強していきたいなと思うので、はい、いろいろ教えてください。はい、えー、ありがとうございます。えー まだ本当はいろいろ議論もしたいところなんですけども、そろそろ時間的には、えー、質問とかを受け付けなくちゃいけない時間になってきましたので、えー、ちょっと質問の方ですね、えーと、会場の方もそうですし、ウェブ参加の方もそうですけども、えー、ちょっとぜひともあのいやあのフロアから質問もらう方が実は一番盛り上がるんですね。我々一番答えを用意してないものになりますので、あのそういう意味でも、えー、とフロアの方からも 少し質問ということであの、当たり前のことでも何でもいいですけども、何でもいいからなんかあのちょっと思ったことでもいいので、質問していただけるとありがたいですが、いかがでしょうか。じゃあ、どうぞああの。栃木県県土整備部管理課の宮内と申します。えー、と 大変あの貴重なお話ありがとうございますお話を聞いていてですね、えー、質問としましてはあ、えー、事業者さんの方に質問したいんですけれども、えー、行政とか学校とかに今後期待していくものというのも、まあ、あの実現しなければならないようなあ技術、まあ、その取り組みではあるものの、自家用車の代替にはすぐにならないよというような話もあって、 長い目で見ていかなければならないというときに、最終的にはあの公共交通を運営されている事業者さんが主体となってやっていくことになると思いますが、えー、その傍らで行政とか学校とかでサポートしてほしいとか、えー、そういうようなビジョンとかですね、あればお聞かせいただければと思いますお願いします。 はいいの金子ですですご、えー、ご質問ありがとうございますそうですね、あのー、やっぱりまだ先ほど浅井さんのお話にもありましたけどこう、コストという面では、人で動かすより3倍、4倍かかるというところを、まあ、ある意味、均衡するようなところまで持っていかなくちゃいけないというところもありますので、えー、やっぱり社会実装というところのフェーズまでは、一緒にこう行政の方と伴走しながらですね、あのやっていく必要性。 っていいいうのが一番んじゃないかなかと思いますまたあの学校という観点で言いますと、やっぱりこう特に若い方々に対してですね、こうしっかりこう伝えられる場としては、学校というのはすごくこう貴重な場であるというふうにも思いますので、あのその観点からもですねあのお話を、まあ、コミュニケーションをですねしっかりこう一緒に図っていけたらいいのかなというふうに考えます。 あのそうですねあの、行政側の話でいくと、今日ちょっとあまり言わなかったんですけれども、自動運転車両単体でこうどこまで走れるのかっていうと、まだまだやっぱ課題がありますと、社井部長、多分すごくあのお詳しい ITS の文脈なんですけど、道路側の設備っていう支援がすごく必須なんですよね。で、今、国の方で、この24年あ23年の末にあの整理されているのが、デジタルライフライン全国総合整備計画っていう。 デジタル全走っていうあの計画が策定されてるんですよね。でそこは何かというとデジタルな世界におけるあのライフライン。まあ要は道路のようなあのものと同じ位置づけで、その自動運転が走るのに必要な機器類っていうのはこれはライフラインなんだと。だから全国総合整備計画全走のように。 これは社会用途として整備をしていくっていうのが基本的な流れになっているっていうそういう認識を持ってます。で、そこがそのとお金の部分での担い手あの支援っていうのももちろんなんですけれども、その公共財としてどういうふうに活用するのか管理をするのかであるとか、そういったルール作りにおいては大きい指針は示されてるんですけど、具体的にどういうふうに あの各地域あの実務的に整理するのかっていうのがこれからの課題だという認識なので、そのあたりが先進的なあの地域であるこの栃木県であのご一緒しながら整理していけるとあのすごくあのありがたいなと思っているところです。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。先ほどのちょっと浅井さんのまあインフラ側の支援ですね。あの今日もちょっと話題は 話題それにいくとまた広がりますけども、道路側のカメラをつけたりとか、あとはもともと GNSS、GPS だって、民間でやってたものを今、公共的に使ってたりとか、それもありますし、あとは今日話題、細かい話ですけと信号情報ですね、あれを通信で飛ばすということも実は公共財じゃないのかと、そうすると、そういうインフラも実は公共財として公共が投資すべきじゃないかとまあいうところが。 公共が頑張なちゃいけないところかなと、あの、有効してきたなと思います。ありがとうございます。じゃあ、ほ、他、ご質問ございますでしょうかまだ大丈夫ですね、時間は。ちなみに、ウェブの方からは何かあります書き込みとか、手上げとか、よろしいですか あ会場からの坂巻と申しますあのぜひあの白石先生にお伺いしたいことが1点ございまして、まあ、我々その行政がこういったプロジェクトをやるときというのはどうやったら県民の皆さんにこう理解してもらうか特に今回の 交通になりますと、えーまあ、リスクですとか、そういった安全の問題のところで、どうしたらこう県民の皆さんにですね、こうご理解というか、ういただけるかというところで、ぜひあの白石先生にお聞きしたいのが、その県民の方にどうしたらわれわれは寄り添えるのかというところで、ちょっとアドバイスというか、そういったものをいただければと思います。 アドバイスというのもおこがましいんですけれども、まああの、この種のことによく言われていることではありますけれどもあの、おそらくこの自動運転バスだけに特化して考えない方がいいのかなというふうにはあの思いまして、えー、よりおく大きな視点から言うと、先ほどから夢のあるっていうような話はよく出てきているんですが、あのこの町をどうしていきたいのかっていう、かなり大きなです、ね、あのビジョン。 でえー、そのために今あの地域の持続性とかそういうことを考えたときに非常に大きな課題があるとその課題解決の,、まあ、あの一つとしてですねこの自動運転バスというのも位置づけられているんでしょうしそれもあの今回目的に入っていましたけれども、えー、そこをまずしっかり共有していくっていうようなところは重要だと思います。あの自動バス単体でで急にこう入っていっててもですねあのそれは あのそれはこれまですっと通れてた道をですね塞がないでほしいっていう気持ちが優先すると思いますのでなぜ自動運転バスを今導入しようとしているのかっていうところをですねあのそこをしっかり伝えていくあまりその技術的なところとかそういうところは関心持っていただければあの先ほどもお話したようにあのコミットしていただけるんだけれどもその前の段階にある方にはあまりこう伝える内容 意味があんまりないいいってててう,うに言われていてそれよりこう誰が言うかとかですねあのそちらの方にあの引きつけられてしまうのであのやはりこう自分と関係のあるこの町をどうしたいのだどういうこういう観点でっていうそういう意味ではもっと大きく町づくりとか総合計画とかですねそういったところとの関わりなのかなっていうふうに思うんですがそこを共有していただいてからの、えー、話になってくるのかなってあでこのためにこの自動運転バス今実証実験をして あるいはこれから実装していっているんだ。 っていうところがあればあじゃあそこについてのこれまでできてたことちょっと譲らないといけないよねっていう負担について、えー、じゃあ受け入れていこうかっていう土壌が少しずつできるのかなというふうに思ってこれはかなり回り道には思うんですけれども、えー、これとおそらく公,公共交通だけではなくって例えば防災とかですね今こう地域力みたいなものが非常にいろんなところでも言われてますけれども全てに通じるおそらく背景要因の大きなところにあるんだ っていうふうにはあの思いまして、えー、そういったところからかなというふうに思っています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、ちょっと時間もですね、ちょっとだいぶあの終わりにしまってきましたので、そろそろとあのまとめに行きたいと思っております。あの最後にですね、えー、ちょっとまずはあのパネル室の皆さんから、えー、最後一言ですね、まああの。 えまあ自動運転プロジェクトですかね、まあまあの、そういう形にいろんな形で関わられていると思いますけども、まああのえー、個人的なと思いますが自分の思いとかですね、まあ、今日,の今日あのいろいろなお話を聞いた感想でも構いませんけども、あの一言ずつえいただければと思います。じゃあ、順番に坂田先生の方からお願いできればと思います、はいえー、本日はありがとうございました。 えーまあ、いろいろなお話を私自身も伺えて、えー、勉強になったなというふうに思いながら、えー、参加できましたで、まあ、最後の方で盛り上がったところはやっぱり自分を通してどれだけしっかり受け止めて、えー、考えていけるか議論していけるかで理解していけるかというところを、えー、取り組んでいけるかというところですけども、まあ、そこをまさに今日、えー、いらっしゃってる皆様方 がまずは起爆剤になってですね広めていただきたいなというところ、当然ありますし、今日はあはご質問いた,だいただいた方もそうでしたけども、まあ、行政から来られている方、たくさんいらっしゃると思うんですが、まあ、行政の方々は、えーまあ、これを狙ったわけではないと思いますけど、様々な部署を転々とされることはかなりあるんじゃないかなと思いますので、えー、こういう公共交通に今関わられている、まあ、そういうあの業務をあの扱う部署にいらっしゃるという方が多分、今日は多いんだと思いますけども、 まあ以前は全然違う部署にいたとか、まあ、今後は違う部署に行くということもあると思うんですね。でそういう時きにさ、えー、まざ、あ、まなところでまたこれを広げていただいたりとか、まあ、交通と次の、まあ、皆さんが活躍するセクションの中で、えー、組み合わせてできることないかとか、えー、考えていただけると、またあの自分ごととして捉える機会、まあ、そういうところが伝わりやすい機会というのも増えるのかななんてことを聞きながら、えー、思っていました。 でえー、当然あの今日、えー、ABC プロジェクトについて報告がありましたけども、まあ、これで当然終わりというわけではなくて、まあ、どちらかというとまだ始まりというところですので、まあ、これからも、まあ、あの今日いらっしゃる皆様方それから、まあ、今日いらっしゃる皆様方とまたつながっている方々と、まあ、我々もご一緒する機会もあるかもしれないですし、えー、いろんなところでまたあの一緒に汗をかいたり勉強できたりあのするといいなというふうに思いながら、えー、少しでもですね私も実はあの浅井さんと一緒で。 普通メッキ持ってないので <laughs>、変人だと言われてますけど、私も <laughs>。 浅井さんはあの普段栃木に住んでないと思いますので、全然問題ないと思いますけど、私、栃木県に住んでいながら、あの免許を持てるどうやって生きてるんだってよく言われたりするんですけど、別に悪いことをしてるわけでもなんでもなくてあの、なんとなく免許を取るタイミングを失ったまま、えー、今に至っているわけですけども、私もだんだんと年を取ってきますので、えー、私自身も幸せに生きられるような町、えー、になってほしいと思いますし、まあ、そういうところであの私自身も魅力ながら協力できればなと改めて今今日日思いました今日はありがとうございました。 じゃ、続いて白石先生、よろしくお願いします。はい。えー、っと、今日は、あの、まあ、あの、私自身、あの、お声掛けいただいた、たのは、あの、社会重要性というようなところ、が大きかったと思いますし、今日も、あの、かなり、の割合、あの、そちらに、あの、話題が占められていたように思います。で、あの、まあ、今後の課題と言いますか、これ、ま、全体的にそうなんですけど、あの、ここだけではなくて、あの。 あのまあ、学術会も入れてそうなんですけれども社会需要性というような言葉だけが一人歩きしているというかあのそれが一体何なのかというところですねいわゆる構成概念ですので、えー、どういうことができれば社会需要性が高まったということなのかっていうようなところを、えー、しっかり整理する必要があるだろうとこれはあのそらく概念的な統一というようなものがおそらくなくて、えー、ここではこういうふうに定義しますっていうような形でおそらく あのこれまでの,あの研究なんかはなされているのかなあるいは今回の実証実験なんかでもあの例えば安心感とかですねそういったものをあの社会的需要の指標としますよというような形で持ってきてはいるんですけれどもあの今後もまあまあこういう実証実験あるいはあの実装についても入っていくと思いますし社会的重要性これだけえっと話題にするのであればじゃあえっと今これぐらいで。 えーまあ、あの経年によっってここれだけ高まったところですねそういったものをやはり出していくっていうのを考えた時に、えー、ここで言ってる社会需要性とはどういうものなのかというような、まあ、具体的な指標をです、ね、あの最初の段階からこうしっかりこう組み入れていくというようなところこれはあの全国統一見解があるわけではないっていうのが大きいところでしてあの、まあ、栃木県ではどう考えるのかこのプロジェクトではどう考えるのかというようなところこれはおそらく。 あのどういうふうに住民と関わっていきたいのか、どういうふうに住民と、住民、まあ、ある事業者もそうですけれども、多様な主体と融合していきたいのかっていうところのビジョンにかかるところだと思いますので、そういったところが今後、重要になってくるかなというふうには思いました。ちょっと研究者視点になりまますけどはい、はい、じゃあ続きまして、えー、金子さんの方から はい、えー、今日は、1、二時間程度ですかね。あの、お時間いただきまして、ありがとうございました。あの、まあ、私、ABC プロジェクトには4年前から、最初から、あの、携わらせていただいて、まあ、坂田先生、朝日さんとはずっと、あの、ご一緒してきたんですけれども、まあ、その中で、えー、昨年ですかね、あの、日光のお、奥日光の帝国外バス路線で、実際に、こう、レベル2の自動運行に、まあ、たどり着いたというところが ありますけれどもあちらの日光自然博物館飛ぶバスという形で今、運行を行っておりますけれども、えーまあ、日光という土地柄ですね、えーまあ、日本の国内、国外問わず、えー、いろいろなところから、あのー、訪れてくださる観光の方がたくさんいらっしゃいます。えー、またその中で、えー、あの路線というのは、えー、日光市道1002号線については、えー、一般車が通行の規制を検査、えー、の方でやっていただいていると。 いうところもありましてある,ある意味こう、実装というところでは、まあ、あ手が届きやすい路線であるというふうには認識しておりますので、えー、そこでこう実際に、えーまあ、レベル4の自動運行というものをこう実現をすることによってです、ねえーまあ、ある意味いろいろなところから来られている方々に、えー、レベル4の自動運行というものがどういうものなのかというものをご体感実際にしていただいて、まあ、100分は一見にしかずと。 言いますけれどもそのような形で、えーまあ、自動運を十分できるじゃないかというところを実際にですねこう、まあ、世の中に広めていけるそういう場所にしていけたらいいなというふうに思っておりますあの。まだまだ課題もたくさんありますし、えーまあ、やっていかなくちゃいけないことは多いんですけれども、まあ、とはいえやっぱりやることを、まあ、実現することを目指さなければ 始まらないというふうに思ってますので、えー、実現目指してですね、えー、関係する方々と協力しながら、えー、やっていきたいなというふうに思っております。はい、じゃあさいさんよろしくお願いします。あ、はい。えっと、なかなかさっき小難しいことばっかり言ってたんで、あの安城さんがあの仕事でそんなにキラキラしたあの顔でっていうのってすごく大事だなと思っていて、あの多分100年前にあの ライト兄弟が空飛んだ時みたいなそんな多分ノリなんじゃないかと思うんですけどあの何,何が言いたいかって自動運転ってまあ今このご時世そんなワクワクするのって宇宙に行くとか深海潜るみたいな,なんかすごくアドベンチャーなものはなかなかあり難しいと思うんですけど自動運転のこの取り組みって皆さん多分こういうふうに関わられるぐらい身近なところまで来ているにもかかわらず結構ワクワク感の強い仕事だと思うんですよね。で まああのね、仕事の中でそんだけワクワクすることってないと思うのでなんかせっかく関わってそれがこうワクワクしながら形になるでなんかあの将来、人にあの時俺はこれがやったんだ私がこれやったんだみたいな,なんかそういう話を <laughs> できるような思い出になればいいかなと思うのであの今頑張ろうと思ってますであの皆さんもよろしくお願いします。はいじゃあ、アンジョさん。 はい、えー、私、この ABC プロジェクトですね、携わって3年になります。最初、始まった時の令和2年度は、えー、別の部署にいました。この部署に来てから3年間やっております。えー、先ほど言いましたけど、本当にあのすごい自動運転というものに自分自身が興味を持ってですね、楽しく勤務してまいりました。で実証実験やるにあたって、10市町で準備等を進めて、そこの市町の職員さんとも 一緒に仕事ししましたでそこの市町の職員さんもですねまさに自分事と,としてその県の事業ではあるけれども自分事と,としてその実験いろいろ携わってくれましたので今後、ですね自動運転バス本格運行というところで交通事業者さん以外でも県内、市町、コミバス等への導入等も期待できるのではないかなというふうに考えております以上です。 はいいありがとうございますあのもう時間も迫ってきたので、私がまとめというほど、偉そうなことを言える立場でもないと思いますけども、まずまあ導入できるのか、切り札になるのか、もしくは導入するにはどう,かどうしたらいいかといったときには、基本的には多分自動運転技術は公共交通システム、公共交通に対して自動運転システムというのは導入する余地は十分あるし、できていくだろうと。ただその時にはやはやり まあ技術とコストのバランスっていうんですかね、技術が高まればコストも上がるよねという、コストっていうのは仕組,みとい仕組みの中の一つだと思ってますけど、技術と仕組みのバランスが非常に重要だと、さらに導入するときには、浅井さんから言いましたけど、地域でのリスクの許容っていうんですかね、っていう言い方が分かりやすいかなと思いましたが、それがしてもらえるところ。 っていうまた条件がつくのかなと、まあ、それは言い換えると社会需要性の観点になるのかなと思います。こういう点がクリアできれば、地域でリスクが共有できるところで、まあ、技術とコストのバランスのいいところであれば、まあ、導入はできるんじゃないかということかなと思います。さらに今後、さらに発展させていくためには、あの公共交通全般もそうですけれども、やはり自分事と,として考えてもらうと。がどういうい意味を持つのか まあそういうことをなるべく自分ごとで思ってもらって、さらに花先生からもあり坂田先生からもありましたけど、価値の創出ですかね、公共交通っていうのが、単に車でを人で運ぶだけじゃないんだと、もしかしたらもう少し違うあの価値っていうのを見いだすことができるんじゃないか、そうすれば、ある意味需要というものが、先ほど自,動あの自家用車しか使わない人も、 まあもしかしたらそういうところに移ってくるかもしれない、そういうことも少し視野に入れながら、価値の創出というものが自動運転システムによって公共交通にもたらされるのであれば、これは非常に公共交通に導入することの親和性が非常に高い。 えものになるのかなと自動運転がですね、まそういうものになるのかなというふうに感じたところでございます。まだいぶえいろいろなお話いただいたところでですね、あの今の私のコメント以外のところもいっぱいいいところいいところと言いますか重要なことあったかなと思いますけども、まあ,あの我々県道整備部としまして行政としてですね見た時にはやっぱりこういう点非常にあの教訓になるのかなと。 ですから、これから来年度、再来年度ですね、実装に向けてと考えるときにも非常に役に立つかと思います。長時間にわたり、パネルの人の皆様方には、いろいろとごメントありがとうございました。じゃあ,あ、こちらで終わりにしたいと思いますので、最後にパネルの質の皆様方に大きな拍手いただいて終わりにしたいと思います。ありがとうございました。 ありがとうございました。えー、まだまだあ皆様からお話をお聞,お聞きしたいところでありますが、残念ながら時間となりましたので、以上でパネルディスカッションを終了させていただきます。えー、本当にありがとうございました。えー、それではですね、パネルリストの皆様あ、お席にお戻りください。えー、それでは、えー、本セミナーの結びにあたりまして栃木県、栃木県県土整備部次長の谷よりご挨拶申し上げます。谷市長、はい、どうぞよろしくお願いします。 はい、えー、例えばご紹介いただきました、えー、県の政府事情の谷でございます、えー。この度はこの年度末のお忙しい中で,ですね、えー、栃木県 ABC プロジェクト成果報告会、ちょっと長いんですけど、自動運転バスを語ろうあと栃木につきまして、えー、こんなに多くの皆様にご参加いただきまして、心から感謝申し上げます。またパネリストの先生方にも本当に長い時間ありがとうございました。えー 令和2年から始まったこのプロジェクトでございますが、えー、やり始めるにはまあ元年の頃からいろいろ検討が始まったんですけども、あの検討当初からあー携わってる人間がですね、多分今日は私しかいないと思いますので、なんでこんなこと始まったのかっていうのをちょっとご紹介させていただきますと、ですねその頃はですねまだ栃木県は車社会だ、バリバリの車社会だって、どっちかといばってたような状況なんですね。 でそのような中、ですね、まあ、ご案内のとおり、人口減少とかあ高齢化が顕在化してまいりまして、その頃ですね、ちょうどあの免許返納者、高齢者の免許返納者がですね、指数関数的にちょうど増えてきた時だったんですね。でそののような中で、じゃああの ぼちぼち無人自動運転の実験も各全国で始まったところですから、栃木県でやりたいんだというようなお話,話を町内で挙げていったんですね。で、なんでそんなことを県でやるんだという話がやっぱり,あ,りあったんですけども、そこは栃木県はものづくり県でしょうと、ものづくり県で先端技術がいっぱい集積していて、その中で自動車関連産業もたくさん集積しているので、 ぜひ栃木県でやりたいんですっていう話を、えー、知事に申し上げたところ、よし、分かったということを2つ返事で理解いただきましたので、2年から始められるようになったというような状況がございます。そ,のえー、そんな中でですね、えー、4年間やってきた、今日まとめをさせていただきましたが、えー、先ほどパネリストの皆様からですね、いろんなお話をさ聞かせていただきまして、 さらにです、ね、次のステージに向かってです、ね、頑張ろうという決意がです、ねまあ、安城の方もできたでしょうし私どももさらに決意ができたところでございます。であのここに集まった方とかあのウェブで聞いている方もです、ねえー、あ自動運転ってあの面白そうだなと思ったでしょうし、まあ、行政関係者で白石先生の話坂田先生の話もありましたけども それに携わったことない人間もですね、いや今日来てるんですけども、あの河川化の人間とか、砂防水資源化の人間も来てるんですけども、えー、交通政策課に転勤したくなったものもいるんじゃないかなっていうのも, <laughs> もあります。冗談はさておきですね、えー、今,今後の,けんあの展開にもですね非常に期待を持たれたんではないかなと思っております。 えー、最後になりますが、本日を迎えにあたっては、ですね実は非常に多くの方にですね、えー、協力していただきました、えー、その協力に対してです、ね、で本当、改めてあの感謝申し上げるとともにです、ねえー、今後ともですねご支援いただきますよう、えー、ご協力をお願いしたいと思っております、えー。結びになりますが、今日ご参加、ここに参集していただきました皆様のご検証とご発展。 さらにはですね当然なんですけども無人自動運転えー、無人自動運転のですね明るい未来をご記念いたしまして結びの挨拶と致させていただきたいと思います本日は長時間にわたりどうもありがとうございましたありがとうございました以上をもちまして自動運転バスをかとろうアット栃木をお開きとさせていただきます本日は多数の皆様にご参加いただき誠にありがとうございました。 ありがとうございました。